今日は、釘や石を切ったチェーンのデモンストレーションをするということです。これなんかお客さんが釘を切った片手に持ってきました。杉の木ですけど、全然切れませんね。少し入って、USG、メタテの機械で、取れたチェーンです。切れ味ちょっと試してみます。そこそこ切れますね。先ほどとは全然違うと思います。切削くずの方を見てみましょう。切削くずはこんな感じですね。これぐらいですかね。悪くはない切れ味だと思います。次はペフォードのダブルベベルで、軽く目立てしていきました。なかなか食い込みが良くなったと思います。切削くずです。よいしょ。先ほどのよりも、長いのがあるかと思います。先ほどは、さっき こちらが最初に切ったやつですね。こっちが、ペフォードのダブルベベルですね。なんか見た目あんまり変わらないように見えますけど、切れ味的には食い込みが違うような気がします。ダブルベベルの方が、スムーズに切れてるような気がします。